こんにちは。ドコモ、au、ソフトバンク、楽天モバイルなどの携帯キャリアは2022年1月からのユニバーサルサービス料でのユーザー負担を税込2.2円に変更すると発表しました。ちなみに2021年のユニバーサルサービス料は税込3.3円ですので1円の引き下げとなります。今回はこの件についてお伝えします。まずはユニバーサルサービス料が何かについて簡単に説明をします。 これは人々が利用している固定電話、公衆電話、緊急通報を維持するために使われる費用です。もともとは固定電話事業を行っていた NTT がこの役割を担っていたんですけれども、携帯電話の普及によりこれらのコストを負担できなくなってしまったので、NTT 回線に接続する NTT 以外の会社にもユニバーサルサービスを維持するためのコストを負担させるようになったんです。まあこれは払うしかないですよね。 携帯キャリアのユニバーーササルサービスにに関すするる負担金をいくらにするかは総務省が決めていますそしてこの負担金に応じて各携帯キャリアは私たち携帯電話の利用者にいくら負担してもらうかを決めたものがユニバーーササルサービス料となりますまずは総務省の管轄する一般社団法人電気通信事業者協会の番号単価の算出値を出しているサイトその後に各携帯キャリアのユニバーサルサービス料改定のお知らせを見ていきます。 こちらの動画をご覧ください。こちらは一般社団法人、電気通信事業者協会のサイトになります。ユニバーサルサービス支援業務って書いてありますね。ここで、番号単価詳細一覧ということで、令和4年1月以降に適用する番号単価についてとなっています。こちらを見てみますと、令和4年1月以降の番号単価の3点についてと書いてあります。そして、番号単価ですけれども、1電話番号あたり、 月2円となっていますね。そして算出式はこちらになっています。こちらは NTT ドコモのサイトになります。報道発表しろ、ユニバーサルサービス料の改定について、2021年11月24日、株式会社 NTT ドコモは、電気通信事業法に定められた電話のユニバーサルサービス制度の番号単価の改定に伴い、 2022年1月ご利用分からのユニバーサルサービス料を1電話番号あたり月額2円に改定いたしますとなっています。改定前は月3円でしたけれども、改定後は月2円ですね。改定日は2022年の1月1日となっています。こちらは KDDI のサイトになります。ユニバーサルサービス料の改定について。 k d d i 沖縄セロアは、au 携帯電話、au 光電話サービスなど、当社と直接ご契約されているお客様にご負担をお願いしているユニバーサルサービス料について、ユニバーサルサービス制度の番号単価改定に伴い、2022年1月からご利用分から、以下の通り、1番号あたり月額2.2円に改定しますとなっています。2021年12月までは3.3円ですね、税込みで。それが、2022年1月からは税込み2.2円になります。 こちらはソフトバンクのサイトになります。ユニバーサルサービス料の改定について、ソフトバンク株式会社及び株式会社ウィルコム沖縄は、ユニバーサルサービス制度の番号単語の改定に伴い、2022年1月からユニバーサルサービス料を開表の通り順に改定いたします。ソフトバンク株式会社及び株式会社ウィルコム沖縄は、ユニバーサルサービス制度に基づき、携帯電話サービスや IP 電話サービス、 直周電話サービスなどをご契約いただいているお客様に、毎月1電話番号あたり、一定額のユニバーサルサービス料の負担をお願いしていますとなっていますね。移動体通信の場合、通常契約の場合は2.2円です。あと、シングルスタイルというプリペイドの場合はあ7円になっていますね。あとは、あワイモバイルの移動通信とか、LINE モの移動通信とか2.2円ですね。あと、固定通信があるんですけども、BB フォンとかですね、光電話とか、 こちらは月2.2円になります。こちらは楽天モバイルのサイトになります。ユニバーサルサービス料の改定について、2022年1月ご利用分より、平素より楽天モバイルをご利用いただきありがとうございます。この度、ユニバーサルサービス支援機関、一般社団法人電気通信事業者協会によるユニバーサル制度の料金改定に伴い、楽天モバイルご利用のお客様にご負担をお願いしているユニバーサルサービス料を 2022年1月ご利用分より一番大当たり月額2.2円に改定いたしますユニバーサルサービス料2021年12月ご利用分までは税込みで3.3円ですけれども2022年1月ご利用分よりは税込みで2.2円になります以上ですいかがでしたでしょうかユニバーサルサービス料の負担金ですが利用者にどれだけ負担してもらうかは携帯事業者の経営判断となっています ですのでユニバーーササルサービス料を取らないといとう選択も可能です。実際楽天モバイルは2021年の7月まで自社で負担していましたしかしずっと続けるのは大変だったようで他の携帯経営と同様に楽天モバイルも利用者からユニバーサルサービス料を取るようになりましたまあその方が経営的には楽になりますからね今回の動画はこれでおしまいですご視聴ありがとうございました